ABC 臆病で心配性なこの人と大胆で思い切りのいいこの人はカードで同じカードを使っていた。続きはもちろんウェブで。新カード登場、三井住友カード。 SMBC 大胆で思い切りのいいこの人とさまようこの旅人はカードで同じカードを使っていた。続きはもちろんウェブで。新カード登場、三井住友カード。 SMBC さまようこの旅人と常に合理的なこの人はカードで同じカードを使っていた。続きはもちろんウェブで。新カード登場、三井住友カード。 SMBC 常に合理的なこの人と臆病で心配性なこの人はカードで同じカードを使っていた。続きはもちろんウェブで。新カード登場、三井住友カード。内野席一塁側1枚、はい、カードで。私は何かと心配性で、だからこのカードを使っている、はい、いらっしゃいませ。一塁側1枚カードで。私は何事も思い切っているのが好きで、このカードを使っている。怖い、見たい。でも怖い。走れ、しっかり振ってけ。振らなきゃ当たんねえよ。カード同じでしたよね。ああ、カードあれってずいぶん思い切ったカードですよね。思い切った。ボール来ませんでしたね。いや、来たら大変ですよ。いや、取る気満々じゃないですか。かなり豪快なんですけど。ああ、そんな風に見えました。豪快な感じが好きなんですか。フルスイングしか見たくないとか。思い切ってて分かりやすいのが良くないですか。物事を分かりやすくしたがる人って案外臆病な人が多いっていうか。だから同じカードなのかと思っちゃいました。ちょっと、待って。おい、取らなきゃ当たんねえだろ、もう。カードで。はいよ。この辺どこか泊まれるとこあります？この辺ですと。大将、おいしそう。はいよ。この人も私と同類なんだろうか。この人もさまよう人間なんだろうか。またカード同じでしたよね。また？あ、いい。ご旅行ですか。まあ、旅行っていうか、あてもなくというか。すげえ、旅人だ。自分探しの旅みたいな。うるさいよ。すいません、すいませんでした。自分を探してる人ってそもそも自分をどっかに置いてきちゃってないですか。置いてきたものなのによそで見つけようとして見つかる。あ、すいません、なんかそのどこに置いてきたかを思い出す旅みたいなことなのかな。そんなに深く考えてないです。あ、そうなの。深く考えてないんです、私。案外臆病なんで。臆病。物事を分かりやすくしたがる人って案外臆病な人が多いっていうか。あ、じゃあそろそろ。ちなみにここに止めても。ここには止めらんないよ。まあ2階とか。うちそういうのやってないんで。じゃあポテトで。はい、野球ジャイアンです。カードで。ご一緒に投げとはいかがでしょうか。またの機会にします。カードで。
この人も僕と同じくさまよう人間なんだろうか。この人も合理的な人なのか。はい、カード同じでしたよね。適切な利得というか合理性で考えるとこの一択じゃないですか。ご旅行ですか。旅の終わりですかね。旅って人生の回り道ですよね。最短距離がお好きで。常識的にはそうでしょう。じゃあここからここに行くとしたらこっち派だ。もちろんです。でもここが急な坂道だったらどっちみち結局回り道しないとたどり着けないっていうか、見た目の最短距離が一番早いとは限らないというか、旅に出たから旅の終わりに気づけたというか。自分を探してる人ってそもそも自分をどっかに置いてきてないですか。どこにいたって旅なんだというか。3点で340円になります。カードで。あ、カードで。カード同じでしたよね。まあ何かと心配ですもんね。心配？じゃなくて、私今まで自分の合理的な判断に自信がありました。でも揺らいでるんです。見た目の最短距離が一番早いとは限らないというか、まあ、人間ですからね。そりゃ揺れることも。いや僕なんかもう心配事ばっかりで。あなたは心配性である自分を自覚して向き合っている。もしかしたらあなたの方がよほど強くて合理的な人なんでしょうか。いや、なんでしょうかって言われても。人間そんな一言で説明なんてつかないと思いますよ。あなたは心配性である自分を自覚して向き合っている。取る気か俺。そんなバカな。内野席一塁側1枚、はい、カードで。いらっしゃいませ。一塁側1枚カードで。それどういう意味？くだ。人間みんなどこか違って、どこか同じで。